いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2018年モデルメルセデス AMG C43 カブリオレをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントに飛び石と数箇所線傷があり、右側のドアパネル部分に小さな傷がございます。走行距離に関しましては約6000キロと低走行なお車です。外装色はオブシディアンブラック、インテリアはクランベリーレッドレザーの組み合わせとなっております。メルセデス・ベンツの C クラスカブリオレをベースに、メルセデス AMG 専用チューニングが施されたハイパフォーマンスモデル C43 カブリオレでございます。AMG スタイリングパッケージや19インチのアルミホイル、トランクスポイラーリップなどが装備され、迫力のあるデザインに仕上がっております。また V8 のツインターボエンジンを搭載する C63 とは異なり、 C43 には V6 のツインターボエンジンが搭載されておりますので、63とは一味違った軽快なスポーツ走行を楽しみいただけます。ヘッドライトには LED ヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、3リッター V6 のツインターボエンジンが搭載され、最高出力は367馬力を発揮します。アルミホイールは純正の19インチのアルミホイールが装着されております。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトも LED が採用されており、デザイン性視認性ともに優れております。マフラーに関しましては4本出しのマフラーが装備されておりますので、メルセデス AMG らしい力強いサウンドを楽しみいただけます。合わせてトランクスペースのご紹介です。トランクの開閉は手動で行っていただきます。オープンモデルではございますが、トランク全体十分な容量を確保しており、クローズ時の状態ですとスーツケースを収納することが可能です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはクランベリーレッドレザーシートが採用されております。運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ではエンジンを始動していきます。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速を楽しみいただけます。またアダプティブクルーズコントロールが装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションに関しましては、純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが装備されております。シフトに関しましては9速のオートマチックシフトが採用されており、走行モードはダイナミックセレクトが装備されておりますので、センターのスイッチにてお好きなモードを選択することが可能です。またフロント両席、シートヒーター、エアスカーフともに完備されておりますので、一年中快適なオープンドライブを楽しみいただけます。さらにスピーカーはブルメスター製のスピーカーが装備されております。ではソフトトップの開閉を行います。非常に動きもスムーズですので、ストレスなく開閉は行っていただけます。ソフトトップを閉じた状態でも十分なスペースを確保しております。合わせて気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。では今回は2018年モデルメルセデス AMGC43 カブリオレをご紹介させていただきました。走行距離約6000キロと低走行ですし、内外装ともに良好なコンディションを保っております。メルセデス AMG の人気オープンモデル
C43 カブリオレでございます。こちらのお車には367馬力を発揮するエンジンが搭載されておりますので、軽快なオープン走行をお楽しみいただけます。またシートヒーターや純正のハードディスクナビゲーション、ブルメスター製のスピーカー、レーダーセーフティーパッケージをはじめ、快適、安全、便利装備も充実しております。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。